ようこそお越しくださいましたご紹介させていただきます意味に名義役賞ブランドアンバサダー山口智子さん有森優子さんですようこそお越しくださいましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますではまずはあのご来場いただきました皆様に一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います山口さんお願いいたしますはい <laughs> えー、ええええ意味にのブランド アンバサダーを務めさせていただきます山口智子ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします <laughs> 有森さんお願いいたしますはい <laughs> <laughs> なんか笑っちゃいますね <laughs> 同じくイミニアンバサダーの有森裕子ですよろしくお願いします二、はい、人合わせてイミニシスターズでーす <laughs> よろしくお願いします <laughs> よろしくお願いします、はい、早速仲のいいところを <laughs> 見せていただきましたすごくあのお互い見合って微笑み合っていらっしゃって<や>なんかそうなっちゃいます <laughs> なんか楽しいんですよ <laughs> 森さんと一緒にいるとあ、そうなんですか <laughs>、はい、ではそのあたりのお話もねしっかりと伺ってまいりましょう <laughs> まず CM 出演が決まって まあさらに山口さんと有森さんのお二人で共演ということでそのお話を聞いた時どんなふうに思われたかというのをねお聞きしたいんですが山口さんはかか私かからですすはいいいお願いいたします、はい、だってもう世界の有森さんにお会いできると思ってもすごい感動あお会いしたいなって元陸上部としてはもう憧れの存在ですから <laughs> うわーお会いできるっていうそのまず最初はその感動。 山口さん、はい、陸上では何を担当されて、はいま <laughs> <わ>すか <laughs> <ので> <laughs> ね、自ら飛び込まれてるってこと信じられないねすごい,い,い私はあのその陸上部で誰もやらない分野に回されて8 0 0ルになったんです<お>一番苦しいから自らではなかったんですつ辛いけど誰もやらないからっていう理由で8 0 0ルやってたんですけどすごいそれで世界の場に出てう、うん、こう自分の力で勝ち取った有森さんって本当にあ あの尊敬、憧れの存在だったのでまずお会いできることが嬉しかったですし「この意味に」っていうこのブランドの,あの,そのコンセプトというかテーマを伺った時に自然とともに内なる自然の力を引き出して美しく強くなるっていうまあそれも素敵だなと思ったんですけどそれでどん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 意味について知りたくなっちゃったんですけどそれをまず知らないところから入ってください。 って言われて今の CM にあったように私としてはまだ使ったことがない知らない全くの無知のところからで情報何もなくてそこから始めてくださいっておっしゃってくださいましてそれもすごい太っ腹というかなんて嘘のない正直ななんて堂々たるで、まあ、そこにも感動しました。 熱く語っていたただきましたね、はい、では有森さんはまず印象,、はい、あ印象といいますかあのまずは CM 出演が決まりましてあの共演されるというお話を聞いた最初はいかがですか、はい、いやもうまずそうですね山口さんえあのあの女,女,女優のですよねっていう <laughs> なんかあのちょっと聞き返したぐらいもうびっくりっていうかまず今までそういうこと経験したことがなかったですしあ,のあまりの。 大物女優とはは私言ってたったていいいんですか <laughs> あのーはい、ちょっともちろん以前からあのテレビ等を通してえ存じてはいましたけれどもまさかこういう形でなんかこの辺に本当はちょっと違う空間があるんじゃないかなって <laughs> 思うぐらいやはりあのいただいた時一緒に共演させていただけるっていう時にも本当に嬉しくて。うん、はいあのー 喜んじゃいましたただ今もっとびっくりしたのは8 0 0ルやられたっていうのを初めて聞いて私、中学があの中学校で800を運動会でやったことがきっかけであの陸上を始めたので800つながりでしたつながりで一番苦しいところをあの超えてきたはいあのお姉さんができたって感じ。